はいどうも、ケイティングです。今日はですね、ドラゴンクエスト6やっていくんですが、前回アイテム集めしてやまびこの帽子ね、集まったので、今日はね、ダークドリアム戦やろうと思います。で、20ターン以内で倒すと、まあ面白いことね、起きるんですが、今回それはやらないです。わざとちょっと時間をかけて、まあ通常パターンをね、まずはお見せしようかなと。で、次の動画で、20ターン以内。撃破ね、やっていこうかなと思います。まあ、さらに、ダークドリアムがね、落とす、まあ、レアアイテムあるんですが、それを、まあ、こう、集める、まあ、ダークドリアムを何回も狩るっていうね、動画も、まあ、動画も上げるかもしれないです。はい、行きましょう。あ、ちょっと予定ですね。一応上げる予定です。メンバーはスライム系で行きます。はい。まあ、主人公とか、もちろん、バーバラとかの方がね、まあ、今強くなってるんですが、はい、このメンバーで行こうかなと思います。さあ、行きましょう。うん。この儀式はね、やっちゃいけないやつですよ。もう、うっすら。うっすらね、見えてますね。はい、ダークドリアムなり。すまんね、起こして。エスタークの時もそうやけど。さあ、行きましょうか。まあ、まずは、アストロンで時間を稼ぎたいですね。まあ、ここはね、ダークドリアムが、まあ、こんな攻撃するんだというのをね、見てもらえたらなと思います。はい、かまいたちを使ってくる。まあ一回行動でしたね。はい、いやまだね、まだダメですよ。まだ攻撃は。さあ、グランドクロスも使ってくる。かっこいいですね。いやほんとこれね、自分モンスターズもね、結構やるんですよ。やってて、まあ今までね、やってきたんですが、まあ、やっぱダークドリアム欲しかったよね。ねえ、かっこいいよね。アストロンやね。はい。まだまだちょっとアストロンしとこう。ダークドリアムね、作るのまあ大変でしたよね。さあ、オッケー。まだやね。いや、まだです、まだです、まだまだ。さあ、ギガデインを使ってきて、一回行動か。あ、で、王道の倒し方あるじゃないですか。はぐれメタル使ってさ、仁王立ちさせてっていうね。まあ、それはね、やらないですよ。はい。アストロン。さすがにこのレベルになったらね、もうゴリ押しですよ。さあ、いてつく波動からの賢い。キングスの体勢が恐ろしいですね。アストロンで、行きましょう。うん。灼熱の炎も、まあ、使うと。2回動きましたね。はい。まだ行きましょう。まあ、ダークドリアムの攻撃パターンはこんな感じですね。おっと、バイキルドしてきた。そう、さらにギガデインで動いてくる。強力だね。アストロン行きましょうか。さあ、行くか。そろそろ行きましょうかね。ぼちぼち行きますか。はい、じゃあ、動いてきます。ですね、どうしようかな。まあ、聖剣好きあたりでゴリゴリ行こうか。うん、メラゾーマ行きますね。で、メラゾーマ行こう。メラゾーマ、メラゾーマ。まあ、フィナーハとかね、すごいいいですよね。まあ、ただ行きましょう。じゃあね、マリンやらないですよね。うん。これ強くないですか、ヤマビコの帽子。メラゾーマ強いよね。まあ、ティールはね、優勝ですから。まあ、何もしなくてもいいですよね、こいつ。回復したりとかさ、まあ、スクルトしたりとか、まあ、フバーハしたりとか。あ、そうする。サポートする。フバーハあったよね。フバーハ覚えてましたっけ。覚えてるわ。
メラゾーマで本人は回復しましょうかね。はい、デフォーマラーで、メラゾーマね、キングスとマリリンはメラゾーマで削っていくという感じでいきましょうか。これピエールをね、ババラに変えて、山猫の帽子装備してね、メラゾーマ連発みたいなのが早いけど、勇者ですか、ピエール。マリリン活躍してるでしょ。勇者いけ、勇者はあれでいけ、制限付きいけ。メラゾーマ、レフォーマラー、はい、メラゾーマ多分これで大丈夫ですね。マダンテをさ、連発する動画ちょっと上げたいなと思ってるんですよね。まあその辺、わかるんですけど、どこまでやり込めるかね。まあここまでもメラゾーマでいいんじゃない。はい、メラゾーマ行きましょう。まあ、レベル上げなんですが、レタルキングね、狩れば全然楽なので、まあ、その辺上げてきますね。この戦い終わったらレベル上げます。よし、いい感じですね。楽しいですね。メラゾーマ、ここは回復した方がいいな。なんか見たいスライムいます？いないんですかね。特にないかな。一応マリリンとか育ててる方少ないかなと思って育てたんですが、他は結構いますよね。キングス強いからね。いい感じですね。削るね。聖剣好きメラゾーマはほぼ同じですね。はい、これいきます。チャゴロとか、まあ、ハッサンとかなんですが、全然育ってないです。20、レベル20くらいの人がいるかもしれないですね。ハッサンは30あったと思うんですが、ダークドレム生き生きしてましたね。よし、いい感じ。さあ、聖剣好き、メラゾーマーでもないね、メラゾーマ、はい、まあ、最初アストロンでね、様子見たので大丈夫だと思うんですけどね。結構今全力で削ってるんですが、ちょいね、うん、どうやろう。さあ、聖剣好き、メラゾーマ、ベフォマラ、メラゾーマ行こう。キングスはね、育つまでが大変なんですが、もうステータスはかなり高いからね。さあ、ゴリゴリ削ってくよ。聖剣好き、メラゾーマ、ベフォマラ、メラゾーマね。同じパターンで申し訳ないんですが、ちょっと倒しましょう。マダンテを連発するってことを考えると、まあ、チャモロとかさ、まあ、育てておきたいなっていうのありますよね。メタ感見てしまわれたな。どうします、寝たままにしとく。メラゾーマ、これじゃメラゾーマしかないか。アストロンこのメンバー使えんか。ないね。ならまあ回復回るか。あれ、さあメラゾーマね、ナスも覚えてますよね。さあ、しっかり回復しましょう。マリリンはね、素晴らしいので、もう先に先打ちしておきますね。はい、レオマラ、本人起きましたね。さあ、ティールが寝た、まあ、ティール寝たままでもいいかな。はい、いい感じですね。まあ一応この寝てるのが嫌だよという方はね、ですね、アストロン使って起こすことできます。はい、これは戻しとこう。はい、まあこんな感じですね。はい、これでピエール起きましたんで、まあこうやって動けば、まあ戦いやすいですかね。ここメラゾーマで削りたいな。メラゾーマ、メラゾーマ行きましょう。まあ、400近く与えて、まあ、聖剣好きは200くらいなんですけどね。さあ、マリリン寝たね。メラゾーマ。さあ、メラゾーマ。どうする？起こす？まあ、起こしますか。はい。いい感じにね、ターンかかってますんで、これでいいわ。よしよしよし。聖剣好き。はい、メラゾーマですね。で、ここは、ベフォマラ打っておこうか。ベフォマラ、あった。はい、メラゾーマ、行きましょう。マリリンもね、500くらいあるとね、HP ね、戦いやすくなるんですけどね。これドラゴンなんですよ、今、食ね。それでも HP270 ですからね。さあ、かまいたち、強いね。
メラゾーマー、さあメラゾーマー結構削りましたかね。うん、ちょっと入れ替えましょうか。キングス、ホイミン、マリリン、ハグリン行きましょう。使うつもりなかったけど、ちょっと使っときましょうか、ここでね。せっかくなんでね、ちょっと使いたいよね。メラゾーマ。狙われたら一発落ちますね。マダンテ。マダンテ。行きましょう。さあ行け、ハグリン。よし、オッケーオッケーオッケー、うまくいった。計算してたね、わけじゃないんですが、うまくいきましたね。嬉しいな。お疲れ様でした、ダークドリアム。まさかこの私が破れるとは。うん。お、27ターン。いいですね、いいですね。はい、今回はね、ここで終わりたいなと思います。まあ、前回、まず、前回じゃない、次はね、またダークドリアム戦やろうかなと思います。で、まあ、ぜひね、見てもらえたらと思います。ご視聴の方、ありがとうございました。